和歌山競輪場は、和歌山県和歌山市小筋目にある競輪場。施設所有及び主催は、和歌山県。競技実施は、八間中日本地区本部近畿支部。和歌山競輪場は1949年12月に開設された。毎年1月10日前後には開設記念競輪、和歌山グランプリが開催されている。 2018年までの2日目の優秀競争では世界遺産に認定された熊野古道にちなんで熊野古道賞の名称で行われていた特別競輪は過去に準特別競輪のふるさとダービーが1995年と1996年の12月に開催されいずれの大会も松本聖が優勝した特別競輪の開催実績はなかったが 2020年に高松の宮記念杯競輪が開催され、これが和歌山で初めての GI 開催となった。なお、同大会は COVID-19 の流行と感染拡大の防止の観点から競輪の GI 競争としては初めて無観客開催として開催された。実況はテレビ和歌山の中村隆之アナウンサーやテレビ、 和歌山が発注したオフィス S1 の宮原英治、西森和也らが担当している。2011年7月22日の開催より、しげかつ式投票の K-Dreams を発売している。トータリゼータシステムは日本トーターを採用している。2020年度の第71回。 高松の宮記念杯競輪を開催した関係で2021年年初の和歌山グランプリは開催されなかったが代わりに改修工事のため本場開催を休止中であった岸和田競輪場が投資施設を借り上げ同時期に岸和田キング総派船員和歌山として開設記念を大体開催した現在の喫煙ブースにあたる場所でかつては無料ドリンクを提供していたが廃止され 現在は、スタンド1階にあるジュース自動販売機にて、カップに注がれた水飲みが無料で提供されている。マスコットキャラクターは、みかんの、若ちゃんで、2002年度に誕生した。これにちなんで2010年からは、若ちゃん倍争奪戦が開催されている。2021年現在、和歌山放送ラジオで、和歌山競輪。 夕暮れ若ちゃんクラブという5分番組を週一で放送しており、同局の事務局が若ちゃんファンクラブという会を開いてもいる。2021年1月時点で和歌山を登録地としている選手は34名で、内訳は S 級13名、A 級1.2班11名、A 級3班8名、L 級2名。支部長は池田智貴。 400メートルを使用している。全国の競輪場の中で最後までクロソイド曲線のバンクを採用していたが、1999年のバンク全面改修工事の際にマッコーネル曲線に改修された。現在のバンクは癖のない走りやすいバンクで直線も比較的長いため、どの客室の選手でも実力を存分に発揮できるバンクとなっている。 二コーナーからバック直線にかけての裏側に木の川が流れており、川口付近に位置することから海風が入り込んでくる影響がある。バンク内には大型映像モニターはなく、決定表示板である、電光掲示板が三コーナーに一箇所設置されているのみである。2002年の52周年までは、前後節3日間の計6日間で開催されていた。 なお1982年の32周年公設は、公設のため開催が打ち切りに、また1989年の39周年公設は、昭和天皇崩御のため中止となった。同経林場の管理職員だった和歌山県の男性職員二人が、それぞれ2015年4月から2020年2月と、2019年4月から2020年9月に、 かけて、常習的に競輪の車検を800から1000レース分にわたって購入していたことが明らかになった。競輪関係業務についている公務員が車検を購入する行為は自転車競技法上の禁止行為であり、和歌山県は不適切行為であるとして、2021年10月6日付でこれらに職員を開国処分とした。二人は、 競輪の売り上げに貢献するためと説明している模様である。和歌山県四市競輪事務組合。和歌山市のほか海南市、新宮市、田辺市で構成 AB2020 年度下期開催日程決定。競輪 JP2020 年8月17日閲覧。2020年度 GPGIGI i 開催日程の決定について。 競輪 JP、2019年3月26日閲覧。6月18日からの高松の宮記念杯は、無観客で実施2020年5月29日日刊スポーツ、高松の宮記念杯競輪も無観客での開催が、決定、産経スポーツ、2020年5月29日、和歌山競輪夕暮れ若ちゃんクラブハット若ちゃん、ファンクラブをご存知ですか 服部香り子さんの投稿コラム願望コラム、2017年9月19日、競輪場、場外売り場。競輪場情報和歌山競輪場、競輪、JP、軍事公平 G3 初優勝、上で頑張りたい、和歌山2016年1月12日日刊スポーツ、中川誠一郎が、当治初参戦で、G3 制覇。 和歌山2017年1月12日日刊スポーツ、競輪場責任者2人が、車検購入、800から1000レース、売り上げに、貢献のため、読売新聞2021年10月26日。ありがとうございます。